パスカル・オビスポ2011パスカル・オビスポは現在のフランスを代表するシンガーソングライター。1965年1月8日にフランスのドルドーニュ県ベルジュラックで生まれる。1980年ぐらいからレンヌでセンソというグループで音楽活動を始める。1990年に最初のアルバムレロングジュフラブを発表し、1992年の プラスク 2AU モンドからフランスで知られるようになり、1996年にセリーヌ・ディオンのフランス公演で前座を務めることによって一躍有名になる。その後、ルシー、アサシーヌ、サレ・ゾン・デットル、ファン、ローザなど数々のヒット曲、ヒットアルバムを出す。また作曲家としても、ジョニー・アルディ、フローラン・パニー、ザジー等に曲を書き、ヒットメーカーとなる。 2004年から5年にかけて行われたコンサートツアーファンでは合計80回の公演で50万人以上の観客を集めた。2009年10月には最新アルバム Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flower が発売され、Captain Samurai Flower という新しいアーティストネームで活動を始める。自分の子供たちの世代に何か地球的な問題意識を投げかけて、 これからの世界を変えていきたいという願いから2009年10月12日に地球を変えるというテーマのもとに新しいアルバムを発表し2010年2月からそのアルバムをテーマにしたフランスコンサートツアーを行う予定。このコンサートはパスカル・オビスポがアニメでキャプテン・サムライ・フラワーという新しいアニメキャラクターを創作し海、森、 氷の大陸などを象徴するメンバーが乗組員のノーウェイの箱舟でのキャプテンサムライ、フラワーの冒険をアニメでコンサート中に映写して音楽をそのアニメにシンクロさせるという新しい試み。地球環境の破壊、動物の種の保護などを新しい世代に訴える。ありがとうございます。